広島バス一般路線車両広島バス株式会社は、広島市を中心とした路線バス、貸切バスを運行する会社である。本社は、広島県広島市中区光南6丁目1番68号。広島市の旧市街と旭北区及び府中町に14路線16、系統の路線網を持つ。旭北区への路線は、小川原町。 かやえ団地へ向かう29号線とかや B 団地へ向かう30号線。府中町を経由する路線は、陽光台団地へ向かう21号線のみで、基本的には、旧市街を中心に運行している。どの路線でも、運行頻度が多く、各系統が集中する広島駅上谷町間は、運行頻度が夜を除いて2分に1本以上の間隔で走っている。 低産グループの事業を引き受ける形で運行を開始したこともあり、全国の低山グループ同様に1965年11月16日から、資本関係のなくなる1971年8月31日まで、低山広島バスという社名を名乗っており、バスの車体には、低山グループ所属バスの特徴である、グレイハウンド犬が描かれていた。 その後、広島電鉄との関係を深め、1971年9月8日から、独占禁止法の排除勧告を受け入れる1973年7月まで、広島電鉄と広島バスが、経営統合を行ったこともある。その時の取り決めでマスオ・カクに、株式が譲渡され、2013年2月現在も、系列の鉄鋼ビルディングを含め65%強の、 株式を所有する大株主になっている。広電バスの青バスに対して赤バスと呼ばれる。広電の株式放出後もノンステップバスの試行導入時にお互いに図書パターンを揃えた車両を同時導入するなど現在も関わりが深い。2008年1月26日に IC カード乗車券パス P 使用が広島市内中心部路線で開始され、 2009年8月8日の中山深川線の使用開始により全線で使用可能となった。なお、広島バスでは2017年2月までパスピー定期券は発売せず、紙製定期券のみを発売しており、下車時に乗務員に券面を提示する必要があった。2017年3月1日からパスピー定期券の発売を開始し、 紙製の定期券の新規発行を廃止するが、小川原車庫での注文と取り次ぎ販売は、同年6月30日まで、暫定措置として継続する。高速バス自社便詳細な運行案内は、外部リンクの広島バスサイトを参照。過去の路線いずれも、傍聴交通に路線を移管している。一般路線バス詳細な運行案内は、外部リンクの広島バスサイトを参照。 21号線、22号線、23号線、24号線平和を通り、通行止め時は、市役所経由で運行され、平和記念公園、文化交流会館を通らないが、方向幕は平和記念公園経由のものを用い、前面のフロントガラスに、市役所経由と書いた紙を掲示する。25号線、26号線、27号線、28号線、29号線、 一般路線バス30号線50号線51号線、広島国際フェリーポート線、駅、町ループ一般路線バス町ノーアループ、広島港新線政府港ラインカヤダ団地循環、選定期観光バスかきコースが全便予約制で運行されていたが、2013年11月30日の運行を最後に全員コースが廃止となった。路線車両は、日産ディーゼルと、 三菱不走が在籍しているが、2000年までの導入車両はほとんど富士重工ボディを仮装している。なお、97年に導入したノンステップバスはすべて三菱不走で三菱自動車バス製造仮装の車両である。2003年春には富士重工がバスボディ製造から撤退した関係で2010年まで一時的に 西日本車体工業の三菱不層及び日産ディーゼルの導入も行われたほか2009年からは三菱自動車バス製造仮想の三菱不層及び日産ディーゼルの導入も行われている路線車約200台のうちほとんどが大型車だが商工センター循環線用に中型車が2台在籍している2000年頃からは 富士重工ボディの東京都交通局の日産ディーゼルの中古車両が数多く導入された。導入された車両の中には都市新バス使用車と呼ばれる車両も転入していた。また、三菱不桑のシンクレハ自動車工業や三菱自動車工業仮装車両も数は少ないが導入していた。2005年頃からは西武バスや東急バスからの移籍車両も導入。 富士重工ボディの日産ディーゼルが大半である。さらに2010年頃からは、立川バス、横浜市交通局、総鉄バス、箱根東大バス、羽田京急バスの三菱不走バス製造仮想の三菱不走車両も導入されている。2014年に入り、広島バスとしては、初となる J バス製の路線バス車両が導入された。また2015年には、 17年ぶりにノンステップバスの導入が再開され、ノンステップバスが運用に入る路線も拡大された。観光車両は約35両が在籍、日産ディーゼルと三菱不走を採用しているが、ハイデッカー車は富士重工製を導入した。さらに2015年より、イスズノガーラを広島バスでは初めて導入した。 スーパーハイデッカーは三菱不走のエアロクイーンを導入している。現行塗装はかつて運行していた都市間路線バスで採用されていたものを踏襲しており、旧カラーは若干のアレンジを加えた上で路線バス車両に採用されている。2007年に県内の路線バス事業者としては初の新型アロエース導入事業者となった。ただし観光バス専業事業者も含むと、 福山市のアシナトランジット株式会社の方が導入が早かったため、広島県内では2番目の導入である。広島バスが運行を受け負う松田港内バスは、一般路線からの転用車や中古車両が使用されており、一般、貸切車では導入実績のない日の自動車製の車両も導入されている。車両には3桁、または4桁の番号が付けられており、 以下の法則に基づいている。大型乗り合い、特定例、555.5382、大型貸し切り例、1600空港リムジン、中型、小型、教習車例、2016。ありがとうございます。